骨髄間質細胞と増血の細胞間交流。i、液性因子。2、膜上の分子。3、キャップ結合。4、細胞外マトリックス。骨髄間質細胞は骨髄中に存在し、骨髄戦士で容易に採取でき、増血を支持する細胞である。骨髄には大きく分けて血液の細胞とそれを支持する間質細胞の2種の細胞があり。 骨髄間質細胞は、後者の一種である。骨髄間質細胞は、肝葉系の細胞と同じ形をしており、骨髄の中で細毛構造をとっている。骨髄間質細胞は、培養により、浮遊状態で増殖する、血液細胞とは異なり、壁に付着して増殖する。培養そのものは、通常の繊維目細胞と同様、比較的容易である。マウス並びに、 人のいずれでも増血に対する意義が、すでに多く報告されている。間質細胞は、肝陽系由来の細胞であり、様々な細胞に分化する。骨髄間質細胞が、分化誘導されることにより、骨細胞、軟骨細胞、脂肪細胞、骨格筋細胞になる。骨髄には骨や脂肪が存在することから、骨髄間質細胞が骨や脂肪になることは当然。 予想される。また、骨髄間質細胞が心臓になるという報告もされた。さらに、廃用を超えた文化として、骨髄間質細胞がニューロンになるという報告もされている。このように、骨髄間質細胞は多文化脳を有することにより、骨髄間質細胞という形態学的な名称よりも、骨が細胞、軟骨細胞、脂肪細胞といった、 文化形質に従って呼ぶべきであるという考えがある。細胞を形態学で分類するよりも生物学的特性で分類するという考えは正しいものの、文化形質が試験管内において一定でなく文化転換を示す。ことより、細胞をその文化形質に基づき名称をつけることは容易ではない。細胞治療で骨髄間質細胞が用いられる。 家庭骨髄間質細胞を様々な細胞に分化させ、再生医学として治療に応用する医療が始まっている。骨髄間質細胞は成人由来の細胞であるが、別の種類の分化した細胞になることを利用したり、細胞自体が産生する液性因子による作用を期待している。特に人への応用という観点からすると、骨髄間質細胞は日常行われる。 骨髄染刺液より容易に分離、培養することができるためその利用が簡単であり、自己細胞を用いることができるため拒否反応を避けることができ、倫理的な問題が生じる余地も限られる。また、間質細胞の多分化能を利用すれば、心筋、骨、軟骨組織への広範な組織への利用への可能性が広がる。さらに、試験管内で増殖が盛んであり、 大量の細胞を得ることが可能であり、遺伝子操作もしやすい。英語では、肝陽系肝細胞をマゼンカムルステムセル。肝陽系肝細胞の供給源の一つであり、最も利用されている骨髄間質細胞をマローストローマルセルと呼び、いずれも MSC と略される。少数だが、マルティポトントストローマルセルとの呼び方を提唱する研究者もいる。いずれも、 略語で MSC として示されるので紛らわしい。その一方、骨髄間質細胞の一部に肝陽系肝細胞があることは間違いないので、似たような言葉で移動をはっきりさせずに使用している場合もある。肝陽系肝細胞の肝陽とは中杯用に由来する体性気結合式を指し、肝質細胞とは組織で機能する細胞が存在するところで支持構造を形成する。 結合式細胞を指す。ありがとうございます。